リンテンバイエル。岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。イマジンを弾こう、その6週目です。チューニングはスタンダード、そしてカポは2フレットでお届けしておりますジョン・レノンの名曲イマジン。こちらはですね、フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集第5週の中で、難易度 A と付けられたものの中から、楽曲の中からのピックアップです。C パートに入ったところまで、入って4小節間くらいですかね、前回解説しましたので、もう一度 C パートの最初から少しテンポ落としておさらいをしてみます。これで5小節目に入りますが、コード進行はもう繰り返しは変わりません。メロディーのフェイクが毎回少しずつ違っていますが、今度はこの 3,4 拍目ですね、細かいハンマリング、そしてプリングが続きます。ここをですね、これは、普通のローコードの D のフォームのままの1弦目のハンマリング、そしてプリングですけど、あまり難しさはないかと思いますね。ここは、前回のハンマリングプリングが出てきた形と同じように、最後のプリング 2フレットから1解放ですね、ここへのプリングと同時に2弦目を弾くという、これが若干難しさがあろうかと思いますけど、ここですね。そして次の G メジャー7も、前回と同じように、6弦の3フレット親指、そして1弦の3フレット中指で押さえてください。で、1拍目の裏16分ですけど、1弦目をプリングします。でそのまま、中指は2弦目の3フレット、そして同時に、4弦目の4フレットを薬指で押さえます。そして B7 は全て同じフォームですね。次また、次の C、 同じローコードフォームです。さあ、次に、飛ぶ時に、1弦目の5フレット、そして3弦目の7フレットに飛びますが、ここは1弦目は、人差し指、そして3弦目は中指で押さえます。これを瞬間にこの2つの弦は押さえなきゃいけない、距離もかなり飛びますのでね、ちょっと難しさがあろうかと思います。そうですね、同時に1弦3弦を押さえてください。そして1弦目の5フレットから7フレットに、薬指を使ってハンマリングします。同時に3弦目を弾きます。でプリングしますね、小指で、2弦目の8フレットを押さえてやります。ここで最後に、4拍目の裏ですけど、1弦5フレット3弦7フレットを弾くときには小指外した方がいいですね。こうですね。そして最後は、1弦目の7フレットから3フレット、5フレットを経過して3フレットにスライドダウンさせますね。譜面上では16分音符で、5フレットを経過して、3フレットに行くというふうに書かれていますけど、実際には、7フレットから3フレットをめがけてスライドダウンさせるようにしてください。このパートから次回の解説としましょう。
今日の臨天バイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーではね、皆さんのギターにおける悩みご相談、そしてご質問、何でも受け付けますので、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーはね、番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、臨天バイオリンのコーナーでした。Thank you.